ペンキッズ。他登録してね。ラプンツェル。昔、小さな村に夫婦が住んでいました。赤ちゃんができると、妻は魔女の畑で採れる野菜ラプンツェルが食べたくなりました。 あなた、私、あれを食べないと病気になりそう。妻が心配になった夫は、こっそりと魔女の畑に忍び込みました。すると突然、魔女が恐ろしい姿で目の前に現れました。この野菜泥棒め、お前の子はこの私がいただいていくぞ。そして魔女はやっと生まれた赤ちゃんを奪い去ったのです。魔女はその子をラプンツェルと名付け、高い塔のてっぺんに閉じ込めてしまいました。ラプンツェル、外の世界は悪者だらけだ。決して塔の外に出てはいけないよ。時が過ぎ、ラプンツェルは金色の長い長い髪を持つ美しい少女へと育ちました。毎日魔女はラプンツェルに会いに来ました。ラプンツェル、ラプンツェル、髪の毛を下ろしておくれ。するとラプンツェルはその長い髪を窓の外に垂らします。魔女はその髪を伝って塔をよじ登りました。よいしょ。そんなある日、ラプンツェルは外の世界を見たくなりました。お母さん、私も塔の下に降りてみたいわ。ダメだよ、絶対に塔の下に降りないこと。いいね。ラプンツェルは悲しさを紛らわそうと美しい声で歌を歌いました。私はラプンツェル、カゴの鳥よ、悲しい時は歌うの、ララララ、歌が友達。その時、塔の近くを通った王子がラプンツェルの歌声を耳にしました。この美しい声はどこから聞こえてくるんだろう。その時です。魔女が現れ、ラプンツェルと一声叫ぶと、塔の上からスルスルと金色の髪が降りてきました。これを見ていた王子は、魔女がいなくなると塔の下で同じように呼んでみました。ラプンツェル、髪を下ろして。王子は降りてきた髪を伝って塔をよじ登りました。よいしょ。まあ、ここまで来るなんて、なんて勇敢な方。王子とラプンツェルはお互いに一目で恋に落ちました。しかし、これを知った魔女は恐ろしいほどに怒り狂いました。不届き者め、おい知るがいい。魔女はラプンツェルの長い髪をバッサリと切り落とし、王子を塔の下に突き落としてしまいました。へい。茨の藪に落ちた王子は目にトゲが刺さって大怪我をしました。目が見えない。ラプンツェル、どこにいる？そこで待っていて、今すぐ行くわ。茨の藪で倒れた王子を見つけると、ラプンツェルは抱きついて大声で泣きました。王子様、王子様、お願い、しっかりして、ね。すると、信じられないことが起きました。ラプンツェルの涙が王子の頬に落ちると、王子がゆっくりと目を開いたのです。ラプンツェル、君は命の恩人だ。目が見えるようになった王子は
ラプンツェルとお城に戻り幸せに暮らしましたとさ。ピンキッズアプリで遊ぼう。 YouTube からピンキッズで検索してね。